神奈川新聞からかなろこニュースをお伝えします循環型社会の実現に向けたイベント横浜サスティナブルステーションが7日まで横浜市神奈川区の JR 横浜鶴屋町ビルで開かれましたイベントではバイオ燃料で走ったこともあるアメリカの車デロリアンが展示され 買い物客らが写真を撮影していました川崎市における新型コロナウイルスワクチンの医療従事者向けの優先接種が7日川崎区の市立川崎病院で始まりました初日となったこの日は約360人の職員が接種しましたこの病院では勤務医や看護師ら約1700人を対象にしているほか地域の 医療従事者の接種も予定しています。導入へ向けた議論が高まる選択的夫婦別姓をめぐり、自民党は7日までに新たにプロジェクトチームを設け、論点の整理など、検討作業を再開することを決めました。 更年期など女性特有の悩みをテクノロジーで解決することを目指す議員連盟などで生理の貧困への対応も検討していくことにしています。